私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。清水圭が吉本興業対女子芸能界引退宣言。干されて仕事激減。消えたタレント扱いで話題にならず。かつて世界ウルルン滞在期 TBSK 奇跡体験、アンビリバボー、フジテレビ系などに出演していたお笑いタレント清水圭さん、清水圭本名イコール清水圭太氏60歳が吉本興業をひっそりと退場し、芸能界引退宣言をしていたことが明らかになりました。ニュースサイトサイゾーウーマンによれば、大手メディアは一切この話題を取り上げていないものの、清水圭さんは4月28日に公式サイト上のブログを更新し、芸能界引退を宣言していたといい、4月をもって吉本興業の公式サイトからもプロフィールページが削除されたそうです。清水圭さんは公式サイト上でブログ閉鎖を報告し、その理由については、特になく強いて言えばモチベーションがなくなったという誠に個人的で勝手な理由です。もはや何かを発信する立場でもないし、何かを発信してほんの少しでも誰かに何かを感じてもらいたいというほのかな情熱のようなものも消えましたと説明しています。続けて、ゴルフシーイーブンの連載は今しばらく続くし、今やってるビジネスもあと何年かは継続するけど、ここからは本名の清水圭太君として普通のおっさんからやがて普通のおじいさんになるべく地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたと芸能界引退も発表しています。それから約2週間後の5月9日に再びブログを更新し、ファンから寄せられたコメントに感謝の言葉を綴り、数日以内にブログを閉鎖するとしています。このように芸能界引退を公式サイト上で発表するも、大手メディアには完全スルーされている清水圭さんについて芸能ライターは、1990年代には笑っていい、とも。フジテレビ系の曜日レギュラーやマジカル頭脳パワー日本テレビ系の準レギュラーを務めるなど大帽子だったものの、2000年代に入ってからは徐々に露出が減り、近年は目立った活動がなくなっていました。ネット上では消えたタレント扱いされることも珍しくなかったほどです。とはいえ、一定の年齢層の視聴者にとっては、それなりに知名度のあるタレントだっただけに、こんなにひっそりと芸能界からフェードアウトすることになるとは、と語っています。清水圭さんはかつて、清水圭泉治、圭治というコンビで活動し、同年代のダウンタウンなどと共に吉本興業からもうプッシュされ活躍。後に清水さんは活動拠点を東京に移して、ピンで活躍の場を広げていました。特に、タモリさん、ビートたけしさん、明石家さんまさん、所ジョージさんなど芸能界の大御所たちに可愛がられ、数多くのレギュラー番組を持つ人気タレントでしたが、理由は不明ながら2000年代後半頃から仕事が激減し、近年はテレビ番組に出演することはほとんどなかったため、ネット上では干されて消えたタレントとして名前が挙げられることも少なくありませんでした。ちなみに、清水圭さんの妻で、タレント高坂みゆきさん59は現在も、生活情報番組、七色日より、簡単譜、テレビ東京系月から木曜午前9時26分で薬丸裕秀さんと司会を務めるなどしています。そんな清水圭さんに対して、ネット上では、かねてから、トークが全く面白くない、上から目線の言動が不快など、批判的な声が多く上がっていました。2019年に吉本芸人の闇営業騒動が勃発した際には、芸人に対するパワハラ言動で物議を醸した岡本明彦社長をブログで痛烈批判し、自身も過去に岡本社長から「何が文句あるんですか?」言うときますけど、テレビ局もスポンサーも清水圭はいらんと言ってるんです。それを吉本がお願いして出られるようにしてあげてるんです。会社のやり方に文句があるなら、いつ辞めてもらってもいいんですよ。などと、恫喝されたと告白し、話題になりました。ただ、その原因は自身の言動にあり、ダウンタウン浜田雅功さんが主演したドラマ、アスガールサ、日本テレビ系の出演シーン
セリフが大幅にカットされたことから、マネージャーに対して、なんでこうなったのかの説明がなかったら、俺出られへんわ、などと、怒り混じりに不満を言ったことが発端とのことから、どっちもどっちとの声も上がっていました。このように社長に対する不満を綴りながらも、清水圭さんはその後も独立することなく吉本興業に所属していましたが、芸人デビューから36年で芸能界引退を宣言し、この話題を大手メディアが一切取り上げない理由は、吉本興業からの圧があるのか、それとも引退発表したことすら気づかれていないのか不明ながら、全く話題になっていないというのは何とも言えないですね。気になる清水圭さんの今後についてですが、2012年にフーリッシュという会社を設立し、ゴルフウェアブランドラフ&スウェル、ラフ、セルや直営店ストレージ、ストアレジを手掛けています。フーリッシュは2020年にアパレルメーカー、小杉の子会社になっており、おそらく今後はこうした事業に力を注いでいくのでしょうね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。